ヒサリアは、ブルガリア中部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、プロブリフ州に属する。古代ローマ後期の要塞の南門跡要塞の東門スレドナゴラ山脈の山霊に位置し、気候は穏やかで、20を超える泉源のある温泉地で、ブルガリア国内外から多くの観光客がスパリゾートに訪れる。古代ローマ後期の要塞跡要塞跡温泉が、 湧き出ることにより、古代より人がこの地に居住してきた。今日の町の中心からは、前世時代の遺物が見つかっている。後に、トラキア人、そして、ローマ人の町となり、この地域の主要都市の一つとなった。歴史上、ローマ皇帝の名をとってアウグスタ、あるいはディオクレティアノポリスなどと呼ばれてきており、セプティミウス・セウェルス自身がここを訪れたことからも、 古代からすでにリゾート地となっていたことが知れる。ローマ時代の遺跡は町の至るところに残されており、公共施設や劇場、弊社、初期キリスト教時代の聖堂の土台、そして街を取り巻く城壁の跡などが見られる。要塞の難問は20世紀初頭に部分的な修復がされるまではアーチの中央部分が失われており、2頭のラクダが向かい合っているように見えたため、 ラクダと呼ばれている。ローマ帝国の没落後、町の繁栄は失われ、この地位がブルガリア領となる頃には小さな要塞都市に過ぎない規模となっていた。オスマン帝国統治下でも町の没落は続き、かつて繁栄したローマ都市は、一時は大量のローマ遺跡の上に二棟の小屋が建つのみで、付近の農民が石を採取するために使われるまでに、いたり、 多くの遺跡がこの過程で破壊された。1878年にブルガリアがオスマン帝国支配から解放されると、ヒサリアは東ルメリジ地州の一部となり、1885年のブルガリア統一によってブルガリア領となった。その後、この地の温泉が再発見されると、再びリゾート地として町は再興された。1945年、 共産主義政権の発足に伴って、不合らの持つ別荘が国有化され、温泉は広く、大衆に解放された。1992年の民主化以降、国有化された財産の返還の過程で、こうした別荘は、かつての保有者の子孫に返還されたが、そのため十分な手入れができなくなり、これらの別荘は使用できない状態となっている。ローマ遺跡。 ヒサリャ基礎自治体にはその中心であるヒサリャをはじめとする以下の町村が存在している。南極サウスシェトランド諸島のスミス島にあるヒサリャ洞窟はヒサリャにちなんで命名された。ありがとうございます。